どうも、困った時は監督交代、カンテラフットボールの森 P です。今回紹介するのは J リーグの具象たち。監督、それは現代サッカーのチーム作りにおいて最も重要な役割を担い、勝てば英雄と称えられ、負ければ無能の烙印が押される修羅の道。チームの成功とともに名声を高める名将もいれば、経験不足やフロントとの軋轢、もしくは単なる実力不足からチームを崩壊させる具象がいます。今回は J リーグにおいてチームを混乱に陥れ阿鼻叫喚させた具象たちを紹介していきます。1人目は小倉隆文。2016年名古屋グランパスはメインスポンサーの大物生え抜き監督が欲しいという要望にクラブ側が応え、ブランディング戦略なども含めたクラブフロント肝入りのプロジェクトとして、現役時代レフティーモンスターの異名で愛された小倉隆文を招聘しました。しかし小倉には監督経験がないのにもかかわらず、なぜかチームの編成を司る GM まで兼任させるというとち狂った抜擢であり、名古屋はその年を改革元年と位置づけ、トヨタ自動車から出向してきた幹部たちの主導で不可解に移る兼任人事に至ったとささやかれています。さらには決定的に足りない現場での経験則を補うために、ヨーロッパの指導資格を持ち、欧州では育成のプロフェッショナルとして名高いステンリー・ブラードヘッドコーチ兼スポーツディレクターを参謀に置き、大学サッカー界で実績を残してきた高校時代の同級生である島岡健太コーチを副審として補完しようとしましたが、共に育成を得意とする指導者であり、戦術的な改善に力を発揮できないという、美味しい料理を作りたいのに生産者を連れてきちゃったかのような状態に陥りました。そして GM としても情を欠いたあまりにビジネスライクな交渉により、トゥーリオなどの一部の主力選手の流出を招き、大卒の生え抜きで10年目を迎えた小川良純は、トゥーさんがいなくなって他の選手もいなくなる、オファーを受けたけど断った選手のことも知っていたし、本当にこれで来年大丈夫なんですかと語るほど嫌な予感しかしない状態で開幕を迎えました。小倉監督は5人目まで連動するサッカーという大看板を掲げましたが、意識を強めたポゼッションについての特別な戦術やパターンを与えられることもなく、ただ盲目にボールをつなぐという意識だけを持って緩慢な攻撃を繰り返すと、5月4日の横浜 F マリノス戦を境に勝利が途絶え、クラブワーストとなる18試合連続未勝利という不名誉な記録も生まれました。その結果、8月23日に小倉監督兼 GM の休養が発表され、リーグ戦26試合でわずか4勝しかできずに、7ヶ月余りでその幕を閉じました。そして小倉監督に代わって就任した元マケドニア代表監督ボスコ・ジェロブスキー監督が、わずか4日間の練習でチームをガラリと変えてみせ、初陣となった試合で出場した矢野貴章が、選手が持ってる力が今日は出たと選手の中でも少なからず不満があったと思われる発言もありました。しかしそこから新監督の豊富な経験と確かな指導力で、名古屋は最終節まで延命に成功するも、勝ち点1差で降格が決定。小倉前監督の著書、小倉隆文の見る目が変わるサッカー観戦術のアマゾンレビュー欄には、憎しみの念がこもったいじりレビューが並びました。そして小倉は地元三重県の東海社会人サッカーリーグに所属する FC 伊勢志摩のクラブアドバイザー就任を経て、今年度よりついに理事長職を兼任して監督に就任することになり、現在 JFL 下位チームとの入れ替え戦に向け、チームと共に日々奮闘しています。2人目はセホン&ロペス。2012年ガンバ大阪は10シーズンチームを率いて J1 初優勝や AFC 制覇を成し遂げ、黄金時代を築いた西野晃監督と翌年の契約を結ばないことを発表しました。そして元日本代表フォワードのロペス・ワグナーを監督として招聘しましたが、なんとロペスが日本サッカー協会公認 S 級ライセンスにあたる資格を取得していないことが判明しました。この信じられない調査不足により、パニックになったガンバはロペスの師匠ともいえるセホンを名目上の監督として招聘し、ロペスをヘッドコーチとして入閣。実質的にロペスヘッドコーチが戦術や練習を決め、セホンがそれをただ見守り、会見などメディア対応を行うといういびつな一国道スタイルを作り上げました。そしてクラブは表向きはセホンを監督とし、
お飾りであることをオープンにしなかったため、練習後にはセホン監督の曖昧な言葉が並ぶ囲み取材が行われ、早くもサポーターの不信感は溜まっていきました。同年のガンバは今野康幸を FC 東京から獲得し、倉田修や丹羽大輝らをレンタル先から復帰させるなど、戦力的には決して悪くありませんでしたが、蓋を開けるとリーグ戦でクラブ史上開幕3連敗、並行して行われた AFC も2連敗を喫し、公式戦5連敗という悲惨な成績に終わり、セホン&ロペスは解任されました。そして解任後、クラブのレジェンド松波が就任し、事態収拾に向かいましたが、今度は経験不足を露呈し、豪華タレントを抱えながら結果的にクラブ史上初の J2 降格の浮き目に遭いました。3人目は前田浩二。現役時代はディフェンダーとして横浜フリューゲスやアビスパ福岡など10クラブでプレーし、男前田の愛称で活躍した前田は、2012年に1年契約でアビスパ福岡の監督に就任すると、シーズン前に勝ち点90、J2 優勝という目標を掲げ、1年での J1 復帰を目指しました。しかし第40節終了時点で9勝14分け17敗の18位に低迷し、シーズン残り2試合という意味不明なタイミングで解任され、アビスパのホームページ上で契約解除が発表されたところ、1日で448いいねを獲得。その後2013年シーズン途中にガイナーレ鳥取の監督に就任するも、リーグ14戦で1勝もできないまま最下位に沈み、J2、JFL 入れ替え戦もカスタマーレ讃岐に敗れて、鳥取は J3 へと降格。公式戦17試合でなんと1勝もできず、公式戦全試合で失点という散々な結果に終わり、シーズン終了後に監督を辞任しました。そして2012年から2014年、足掛け3年にわたる公式戦26戦連続未勝利の前人未到の記録を達成し、監督人生に陰りが差しましたが、驚異の就活力で女子サッカーチームアイナック神戸レオネッサの監督に就任。アイナック神戸は前年のシーズンでリーグ3連覇に加え、皇后杯、なでしこリーグ杯、国際女子クラブ選手権も制し、4冠を達成したなでしこリーグの絶対的王者。澤穂希を筆頭になでしこジャパンの主軸を揃え、3年間で2敗しかしていない最強チームと、26戦勝利なしの最弱監督の国家を挙げた社会実験としか思えない矛盾対決として注目を集めました。その結果、開幕5試合で3年間の敗北数を上回る3敗を喫し、5節終了時点でリーグ4連覇は絶望的となり、矛盾対決は男前田の圧勝からの辞任。さすがに監督キャリアにとどめが刺されたかに思われましたが、男フェニックス前田は2012年から13年にかけて中国スーパーリーグで指揮を取った岡ちゃんの推薦のもと、活躍の場を中国の女子サッカーに移しました。そして2015年2016年に中国女子サッカー全国リーグ2部所属の広州女子クラブで指揮を取り、監督退任以後も中国でアカデミーコーチとして若年層の指導に当たっています。というわけで、いかがだったでしょうか。いや、小倉さんね、僕スーパーサッカーとかよく見てて、明るいキャラクターが大好きだったんで、また J リーグの舞台に戻ってきて、大暴れしてくれることを期待しております。あと、久保くん、復帰おめでとうございます。頑張ってください。というわけで、ここまで見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは、皆さんに楽しんでもらえるために、動画を更新しておりますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。